皆さんこんにちは、ユリアと申します。それではスウェット&ティアーズやっていきます。じゃあ藤先輩を誘ってテニスクラブに行こうかな。藤先輩、よし、藤先輩を誘おう。はい、藤ですか。もしもし、黒宮ですけど。黒宮、どうしたの？急に電話してきたりして。藤先輩、今日時間ありますか？もしよかったら、希望が丘テニスクラブで一緒に練習しませんか？練習？ OK、わかった。付き合うよ。やったー。それじゃあ一輪にテニスクラブ前で待ってますね。わかった。じゃあまた後でね。はーい。よし、いいとこ見せて認めてもらわなきゃ。藤先輩もう来てるかな。よかった、まだ来てないみたい。ごめん、待った。母さんの料理をつまんでたら遅くなってしまったよ。うわ、かわいいことしますね。ああ、いえ、私も今来たところですよ。よし、中に入ろう。今日も一緒に頑張ろうね。はい。はい。黒宮、準備はできてる？はい。じゃあ始めようか。はい。はい、先輩、よろしくお願いします。僕のプレイスタイル、君の目から見てどう？気になります？力強くはないですね。ダメだよ。華麗です。うまいことは確かですね。そうだな、これよりかは上の方がいいかな。華麗です。ストレートにそう言われるとちょっと照れるな。かわいい。藤先輩かわいい。よし、バッチリ。今日の練習楽しかったよ。また今度誘ってくれるね。はい。はい。それじゃあまたね。はーい。はい、ありがとうございました。またよろしくお願いします。あー、今日の練習すっごく楽しかった。またお願いしたいな。丸ばっか。そういえば身だしなみってやってなかったな。じゃあ今週は身だしなみがいいかな。うん。キラキラ。あれ、椅子がない。丸ばっか。じゃあ藤先輩を誘ってテニスクラブに行こうかな。藤先輩、よし、藤先輩を誘おう。はい、藤ですが。もしもし、黒宮ですけど。黒宮、電話来るんじゃないかなって思ってた。変わった。藤先輩、今日時間ありますか？もしよかったら、希望が丘テニスクラブで一緒に練習しませんか？ああ、いいよ。今日は練習日和だしね。一緒にやろうか。やったー。それじゃあ一輪にテニスクラブ前で待ってますね。今日はとことん鍛えてやろうかな。お願いします。藤先輩との練習だもんね。気合い入れないと。藤先輩は、あ、もう来てる。早い。すみません、お待たせしちゃって。まだ時間前だよ。気が早いね、お互い。そうですね。あ、でも先輩待たしちゃったし、すいません。さあ、中に入ろうか。今日はたっぷり鍛えてあげようかな。お願いします。はい。黒宮、準備はできてる？はい。じゃあ始めようか。はい。はい、先輩、
よろしくお願いします。声楽テニス部の雰囲気はもう慣れた？はい。すごい人ばかりで緊張します。なんだか期待外れですね。なんてこと言ってんの。先輩のおかげで慣れました。俺だ。先輩のおかげで慣れました。そう言ってくれると僕も嬉しいよ。これからも相談に乗るから。いいんですか？ありがとうございます。よし、バッチリ。今日の練習楽しかったよ。また今度誘ってくれるね。はいはい。それじゃあまたね。はいはい、ありがとうございました。またよろしくお願いします。はぁ、今日の練習すっごく楽しかった。またお願いしたいな。ついに地区大会当日が来た。そんな私と今回組むパートナーは藤先輩。準備はいい？はい。はい、よろしくお願いします。リラックスリラックス。はい。うん、緊張解かなくっちゃ。お前の相手は不動峰中学の橘キッキー、橘アンの兄弟ペアだ。はい。彼らの前の試合を見た限り息の合った強敵であることは間違いない。はい。だがペアの戦闘力ではこちらが上。落ち着いて戦えば勝てるはずだ。はい。分かってるよ。君はとにかく思い切ってプレーだよ。はい。声楽に代々伝わる気合ボール、ステータスに振り分けて使うといいよ。はい。知識知識。もう一個。もう一個。あとはどっちにしようかな。瞬発力かな。これでいい？はい、これでいいです。試合は一進一退の攻防の末、お互い4ゲームずつ取り合っていた。準備 OK。 頑張りましょう、藤先輩。ナイスです。断ち切る。かっこいい。15ラップ。ナイスです。はい。怖い、あんちゃん怖い。15オール。やった。30-15。ラッキー。いきます。危ない。ちょっと橘さん、どうしたんですか？40-15。アウトかと思った。このくらい。あ、私じゃない。今の私だ。いって、やった。うまい。ラブサーティー。
と。入ったよね。入った。ラムフォーティ、あんちゃんなんでそんなに後ろ下がるんだろう。お、八角。断ち切る。かっこいい。ゲーム、定額。ゲームセット。ナイスです、富士先輩。ナイスライダー。ウィーン。やった、富士先輩。私たち勝っちゃいました。うん、のびのびプレイしてたね。僕もやりやすかったよ。本当ですか？ありがとうございます。でもね、今日のは本当の意味でのダブルスとはちょっと違う。わかる？え？はい。私プレイ中富士先輩に頼ってばかりで。でもそれに気づいてるだけで今は十分だよ。富士先輩。時間はまだある。じっくり練習して都大会に備えよう。はい。はい。君には本当に期待が持てそうだよ。頑張ろうね。はい。よし、張り切っちゃうぞ。あ、富士先輩、一人だけ巻物のお寿司食べてる。わさび寿司。美味しそうだな。一つもらう。遠慮しておく。もらっちゃお。一つもらう。富士先輩、そのお寿司一ついただいていいですか？うん、いいよ。ありがとうございます。それじゃあいただきます。はご、ほい、かっか、辛い。これで一体。わさび寿司だから確かに少し辛いかもしれないね。少し？わさび？よくこんな辛いもの。そういえば富士激辛好きだったよね。私もです。お茶ください。おいおい、何やってんだよ。笑わないでくださいよ。丸ばっか。今日も充実した部活だったな。わーい。え、はい。途中まで一緒に帰ろうぜ。いいですよ。え、なんで菊丸先輩？ここは富士先輩じゃないの？だってこれからユータと早川さんと試合だよね。あ、菊丸先輩、はい、ご一緒させてください。にゃ、元気いいな。はい。この分ならいけるかな。何がですか？え、何がですか？そうなの、都大会に決まってんじゃん。都大会、かわいいな。バッチリです。なんて言いたいですけど、もっと練習しなきゃ。ふむふむふむ、確かに練習し足りないって顔してるもんな。そうですか？そうですか。そういえば、確かこの近くにコートのある公園があったな。と打ちに行く？はい。今からですか？嫌なの？はい、行きましょう。今日はちょっと。いや、行こう。はい、行きましょう。お前ならきっとそう言うと思ってたよ。じゃあ、行ってみようか。はい。わあ、立派なコート。先輩、よくここで打ってるんですか？にゃ、コートがあるのは知ってたけどさ、俺も打つのは初めて。そうなんですか？そうなんですか。じゃあ早速始めませんか？自分さえ良ければ周りがどう思うとお構いなし。早川さん。え、ほんと自分勝手な人よね、あなた。早川さん、早川楓さん、あの、何のこと？そしてなんでフルネーム？もう少しまともな常識持てって言ってるの。どういうこと？常識って、
えらく挑発的だね。友達って感じじゃないよね。はい。あ、その…当然よ。こんな人と友達扱いなんて、おどけが来るわ。そこまで言わなくてもいいじゃん。くぅ、言いたい放題言ってくれちゃって。ありゃりゃ、なんか性格ちょっち悪悪だね。そうですね。な、どっちがよ。ルールも守れないで。ルールって？え、それくらいにしてあげなさい、楓くん。水木さんなの？ユウタじゃなくて？新参者がルールを知らないというのは無理もないことなんですよ。あ、水木さん。おう、あれね、確かルドルフ学院の水木さんですよ。なんか私の知ってる水木さんじゃない。しょうがないですね。僕が教えてあげますよ。お願いします。ここはダブルス専用なんです。ワンゲーム形式で負けたら交代です。はい。わかりましたか、菊丸くん。はい。え、私のこと知ってるんですか？私たちの名前なんで知ってるの？へえ。相変わらず水木のデータ収集には抜かりがないみたいだね。君たち二人のデータもすでに解析済みです。そうなんですか？この目、怖い。このデータさえあれば、僕たちの勝利は決まったようなものです。そうなんですか？当たり前です。こんな、テニスから逃げ出した人に負けるわけないわ。ちょっと。だったら試してみれば？やってみなきゃわかんないわ。そうかも、ダメだよ。そうだな、前回これだったから、今回こっちにしてみようかな。やってみなきゃ、わかんないわ。素直じゃないわね。本当は逃げたいんでしょ？足震えてるんじゃない？そんなことない。そんなことないよ。おやおや、これじゃ試合をしないわけにはいきませんね。はい。よろしいですか、菊丸くん。試合か。ま、しょうがないか。すみません。準備 OK。 おお、水木さん、目が怖い。下の菊丸先輩、上すぎて髪が見えないんだけど。これじゃあ高さにも見えるよ。頑張りましょう、菊丸先輩。ごめんなさい。早い。ラウンド15。どんまいどんまい。はい。次はもう大丈夫です。よっ、ナイスです。やっ。そら。お、やった。何？15オール。やり。行きます。はっ。やっ。危な。よっ。甘いわね。うん、間に合った。え、アウト。アウト。あっちゃー。15-30。早川さんがすごすぎる。え、今の菊丸先輩じゃないの？ゲーム、セールドルフ。これ負け戦なのかな。くそー。さあ、帰りますよ、楓くん。え？
だやり足りないです。これ以上続けたところで無意味なデータが増えるだけです。素人パートナーを抱えて菊丸くんはゴールデンペアの動きができないのでしょうしね。確かに。ほんと期待外れもいいとこね。ブランクが長いから何も言えない。ダブルスは苦手とか言い訳しながら細々とテニス続けていくのね。そんなことしないよ。くっ、大変だったな。乾先輩、いつからいたんですか？乾、どうしてここに？菊丸先輩、顔どうしたんですか？鼻なくなってますよ。ここ、結構レベル高いんだ。興味深いデータが得られる。そうなんですか？そっか、嫌なとこ見られちったな。はい。乾先輩、私、悔しいです。どのくらい？そうですね、泣きわめきたいくらいです。どのくらいって？本当に心底悔しいんなら一つ試してみるべき練習法があるんだが。何ですか？お願いします、何でもします。私、強くなりたい。こうして新しい練習方法 AF オーストラリアンフォーメーションが追加された。今日はテニス部の合同練習日だったよね。ランキング戦もあるし、よし、順位が上がるように頑張るぞ。最初の相手は2年の林先輩か。どんなプレーするんだろう。ま、とにかくランキングアップするには絶対に勝たなくちゃ。林先輩との試合は、やった、これって圧勝ってやつ。練習の賜物だね。次の相手は緑山さんか。うん、勝てそうかな。緑山さんとの試合は、やった、完璧なゲーム運び。これも練習の成果かな。最後の相手は、桃城先輩？気合い入れていかないと吹っ飛ばされちゃいそうだよね。試合は一進一退の攻防の末、お互い4ゲームずつ取り合っていた。準備 OK。 よし、頑張るぞ。うりゃ、いけ。アウト、アウト。あ、あれ、ラブ15。ヒロ君アウトにならないかな。いっけー、うりゃ、やっ、はっ、いっけー、うりゃ、いっけー。おっと、あー、間に合わなかった。ラブ30。地味な戦い。アウト。15-30。早く必殺技覚えたいな。うりゃ、うりゃ、間に合った。はっ、あー、攻めすぎた。アウト。あ、あれ、負けちゃうよ。15-40。やっ、うりゃ、うりゃ、やっ。おっと、お、アウト、アウト、やった。
サーティーフォーティー。よし、ジュースになろう。なんかちゃんと言えてなかった気がする。ジュース、ジュースを目指そう。ボットやった、ジュース、アウト。ジュース、必殺技を使わないのかな。いや、使わない方がいいんだけど。アウト？やった。アウト。アドバンテージサーバー。突然、ジャックナイフとか使わないよね。うりゃ。おっと。やった、アウト。ゲーム、プレイヤー、準備 OK。 レシーバー怖いよ。おっと。おっと、走ってたからアウトかと思っちゃったよ。おっと、モモシロくんやめて。あ、ちょっと、今のは打てたでしょう。始まっちゃったよ。やった、地味じゃない。これは30-15。そして体力がなくなっちゃった。せやはっ、うりゃいっけ、うりゃやっ、おっと、おっと、ここの出しか、モモシロくんの足も遅くなってきてる。やった、なに、サーティーオール。早かった。もうボディーサーティー、せやっ、いっけ。ちょっと嘘でしょ。ゲーム、モモシロ。うりゃ、やっ、いっけ、おっと、いっけ、うりゃ、やっ、おっと、やった。何、体力ないのによく頑張ったよ。ゲームセット、ウィーン。嘘、面白先輩に勝っちゃった。奇跡かもしれない。今日は参戦全勝だったな。もしかしてランキング1位も夢じゃないかも。なんて、そんなうまくいくわけないよね。
今週は何をしようかな。というところで、今回はここまでにしたいと思います。それでは皆さん、ご視聴ありがとうございました。